皆さんおはようございます。大久保和也42歳です。はい、ということで毎週月曜日恒例のジャンプの感想と特集アンケートなんか話していきたいと思うんですけども、いやー、やっとですね4時に起きて夜8時に帰ってくる地獄のサンクルスが終わったということでですね、もう笑顔がもうこぼれんばかりということでね、まあ大変だったなっていう感じなんですけども、まあね、これでねちょっといろいろ頑張っていけるかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ということで今週は2021年44号ということですけどね、まずは読み切りというか出張ですね。ダンダダンがねジャンププラスから出張ということですけども、まあ、僕単行本なんかも買ってるんでね、ちょっとこの出張は嬉しかったかなと思います。あとは読み切りの作品ね、パラダイムパラサイトパラダイスっていう作品がありましたけどね、ニートの女の子が主人公ね、漫画でしたけども、まあ、くすっぷりも最高だったしね、最後はニートの想像力で勝負を決めるっていうね、なかなか面白い読み切りだったんじゃないのかなと思います。はい、それではまず感想からいってみたいと思います。まずは夜桜さんちの第一作戦ですね、今週は2話掲載関東カラーということですけども、まあ、まず1話目はね川下と太陽とのね差しの話し合いということでしたけども、なんか妙乱とかいろいろ出てきた中でね、お話が進んでいってる最中にお父様登場ということでね、えと思ったんですけどね、ラストのねお引き取りくださいっていう見開きのページですよね、兄弟たちがみんな集まった、あそこ良かったなと思いましたね。そしてね2話目がね愛さんのスパイ修行みたいなね回でしたけどもね、まあ、兄弟たちの一面だとか、あとは太陽とむつみのね電話のやり取りなんかも垣間見えて良かったんじゃないのかなと思います。そして続いてはワンピースですね、頑張れ桃之助っていう感じだし、ルフィとカイドウもねちょっと差しでこう戦いが始まるっていうところですけども、まあ、そんな中でね来週からはキングとねゾロの戦いが中心になるのかなっていう感じですね。素顔を見られると怒るキングってところでしたけども、あの仮面が外れると実はこうぐるぐる眉毛だったりとかしてるのかななんていうことをねちょっと思いましたね。はい、はい、そして続いては呪術廻戦ですね、いよいよね死滅回遊スタートってことですけども、まあねいきなり出てきた敵がジェット姉ちゃんとでかいタケコプターおじさんってことでね、まあなかなかね強烈なキャラクター出してきたなっていう感じですね。伏黒の方もですねめちゃくちゃ痛そうな女の子ができるということでね、まあなんかね女の子の方はすげえ厄介そうな感じがするなっていう感じですね。本当にでっかいタケコプターおじさんが僕の側近になりましたね。はい、そして次はアンデッドアンラックですけども、ビリーとの戦いが始まったってことですね。まあけど今回の戦いはね血がいっぱい出てるしね、なんか痛々しいような、ね、絵が多かったっていう印象ですね。まあそれにしてもですねビリーのこうチートっぷりがねすごいなっていう感じですね。まあそれとねタイトルね頭とね経験と知恵でっていうところですね、戦っているアンディーもすごいなと思いました。はい、そして次はネル・ブゲイ同業ということですけども、まあね最後に掲載されているんですけども、タイトルがね前へっていうことでしたけども、まあ頑張ってほしいなと思います。まあ2対2でねタッグバトルがこれから始まっていくんだろうなっていう展開になって楽しみだなと思います。まあ里見先輩のねキャラクターが今週はものすごく良かったんじゃないかなと思いますね。ああいうキャラクターはねちょっと気持ちが入っちゃうんでね、僕はすごい大好きだなと思いました。はい、それでは今週の僕とロボコということでやっていきたいんですけども、今回も面白かったですね。友達の家のね喫茶店をねロボコとメイクがお手伝いするっていう流れでしたけどもね、まあそしてね喫茶店の名前がねジュンジュワーだったっていうね、まあここを気づいた方なかなかなお笑い中なんじゃないのかなってことは思いますけどね。そしてね確かにね呪文のようなね注文するような人いるなーなんてことも思いますね。まあ僕は全然できなくて苦手で普通なんですけど、まあけどね今週の僕とロボコを読んでてねものすごく純喫茶のナポリタンが食いたいなーなんてことをね思ったのは僕だけじゃないと思います。はい、ということでですね今週の読者アンケート3位から1位発表していきたいと思います。早速行ってみましょう。今週の第3位はこちらの作品になります。ドゥルーデデン、マッシュ、おめでとうございます。はい、6対6の戦いが始まるということでね、もうめちゃくちゃ面白い展開になってきたなという感じでしたし、まあ、マッシュのツッコミなんかもすごい冴えてて、まあ、これからね戦いかっていうところでまさかの試合はあさってっていうことでね、まあ、次回以降になっていくんでしょうけども、まあ、その後のですねこのトランプがめちゃくちゃ面白かったかなと思いますね。あんなババ抜き嫌だなっていうのもありますしね、まあ、力入れてねこう引かれないようにするっていうのは結構あるあるだと思うんですけどね、まあけどね、マッシュの力だとそれ引き抜けばみたいなね、まあ面白かったなと思いました。本当にねこうバトルパートになってからね楽しみだなと思います。はい、それでは今週の第2位発表していきたいと思います。今週の第2位はこちらの作品になります。ドゥルルルルルってね、ウィッチウォッチ、おめでとうございます。
いや今週はちょっと笑い要素が高いちょっとランキングになっちゃったんですけども、ビッチウォッチはもう単純にすげえ笑っちゃいましたね。今週はね、クラスメイトの清宮さんで茶道のテストっていうね、手伝いをするね、まあ魔法が使ってね、森人がね、まあぶっつけ本番で助けるって感じだったんですけども、まあ僕ね、茶道なんかも全然わかんないんですけども、めちゃくちゃ読んでて単純に笑いまくってましたね。今日もね、朝方ジャンプ会に行ってたんですけども、まあ夜中に一人でテタ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 笑ってたっていうことで、ちょっと2位にしてみました。はい、それでは今週第1位行ってみたいと思います。今週の第1位はこちらの作品になります。ドゥルルルッテリン、坂本デイズ、おめでとうございます。いやー、坂本デイズ、このね、死刑囚の下りになってから本当に面白いなと思います。まあ先週に続いてですね、僧との戦いですよね、神と竜の戦いなんですけども、まあ先週ね、覚醒した神がね、めちゃくちゃ強くてね、あの最強の喉パンチとかもしてましたし、ね、あれは痛そうだなと思いましたね。まあそのままね、武装して終わるのかなと思ったら、まあね、限界が来てしまってちょっとやばいなっていうところで、まあ今度はね、竜がね、アルコールを飲んで無理やり酔っ払って、まあ今回はというのマフィア情報になっちゃうということで、めちゃくちゃ強くなってたなと思う。あのね、マフィア情報になったね、ルーのね、強さもすごいなと思いましたしね、キャラクターもすげえ大好きだなと思いましたね。まあそしてね、最後にはシンと二人でフィニッシュってことですけども、まあシンがね、脚立でね、ソウのことぶったたいてましたけどね、あれめちゃくちゃ痛そうだなと思いましたね。まあそしてね、今週第1位にした理由っていうのは最後のセリフですね。こだわるのは死に様じゃなくて生き様っていうことでね、今週はもうダントツこのセリフで1位ってことにしてみました。はい、ということで来週もですね、一緒のようなことやっていこうと思いますので、皆さんお時間あったらお付き合いくださいということで、皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。